マルティンベックは、毎週バルトペール・バールーの夫婦が合作した、警察小説に登場する架空の警察官である。彼を、主人公とした、長編十冊からなるシリーズには、犯罪の物語というシリーズ名が付けられている。スウェーデンのストックホルム警視庁の殺人化主任。階級は登場当時警部、後警視に昇進。42歳という記述が、第一作目。 ロジェアンナにあるが、第5作、消えた消防車には1920年代半ばに、2、3歳で、第二次世界大戦時には、徴兵を避けるために、警察官になったという描写があり、作品内では40代から50代の間の、話ということになり、符合する。ベックの父は大戦前は、小さな運送会社を営んでいたが、後に倒産、建設労働者になる。その後、 安定した生活を送れるようになる前の2年間は失業していた。また母は存命で老人ホームに入っており、初期は元気な姿を見せていたが、徐々に弱っていく描写が見られる。一連の作品初期においては妻インガと結婚しており、長女イングリッド、長男ロルフという二児の父親であったが、後に離婚する。1965年にシリーズ第一作の ロゼアンナが発表され、以後1975年の最終作、テロリスト発表されるまでの約10年にわたって続いたシリーズ。なお、第4作の笑う警官は、エドガー賞長編賞を受賞している。この作品は10年間のスウェーデンの社会の変遷を描いており、スウェーデンで行われた国家警察の統合などで、マルティンベックの所属する組織の変遷もきっちり描かれている。 なお、日本では角川文庫から発売されていたが、第一作のロゼアンナからではなく、バルコニーの男から出版され、笑う景観が第二作として出版されていたが、最終的には全巻が出版されている。1965年に第一作ロゼアンナが書かれてから、1975年にペール・バールーの詩により、シリーズが終了するまでに、 十の長編が執筆された。日本語版は、英訳からの重役として、高見博氏により、角川書店から前作が訳出された。その後、北欧ミステリーが注目されたことで、2013年より、柳沢由美子によって原著から訳出されることになった。1993年、1994年に、制作された様子体育マン主演の映画、 時代背景は制作されたのと同時期の1990年代となり細部は異なるが基本的に各作品のストーリーは小説をもとに作成されている。最終話のストックホルムマラソンのみはこのシリーズのための全くのオリジナルである。タイトル一覧主な登場人物スタッフ1997年から2000年代に かけて、数回に分けて制作されたペーテール・ハベル主演の作品。ありがとうございます。